it would be the equivalent of us and saying Dennis Rodman and his defensive effort. Or no, well, let's take the Bulls out. Dennis Rodman and the Detroit Pistons. And then Stan Steph. He can shoot threes just well enough to keep you honest. Yeah, he can win you games. And sometimes... He's on film. Hi. Where's the keys? I don't know where the keys. Key is. What key? Oh, international na funky desu ne. So desu ne. Pretty bright, isn't it? Well. Oi, 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 oi. Oh yeah. 最近とても忙しいのですが、時々はこうやって自分が一日に何をやってるかとかを見せていきたいと思います。今日はそういう日です。出来上がってないんですけど、まあ、ここに、まあ、ミーティングするテーブル、これは関係ない書類。見せられない。ここで、まあ、なんか話とかある時に、ここで、まあ、相談ごとミーティングとかやったり、あとこちらのソファーで、今までは、僕の住んでいる場所、住んでいる、まあ、マンションに、まあ、そのミーティングとか、まあ、お客さんとか来てたんですけど、まあ、ちょっとそれじゃあ最近まずいので、まあ、ここでこういうことそういうことが今後できて、まあ、助かってます。そんな感じ。あとこっちか、多分近いうちにここの壁なんか仕切りを作って、このこちらのオフィスの方とこちらの倉庫の方を分けたいと考えてます。今はこうやって箱で仕切られてる感じで、まあ、ちょっと簡単にツアーをしましょう。皆さんがこのアパレルを購入するときからこの箱詰めする流れを簡単にお見せします。あんまり興味ないかもしれないんですけど、まあ、まず注文が入ってきます。このパソコンから、その、まあ、住所の内容とかをこうやってインボイスにプリントアウトして、こういった箱に貼るラベル、こういったラベルにも住所を付けます。この住所ラベルをこうやって箱、ここから箱を取って箱をドンドンって詰めて、ほい、そしてラベルをここに貼ってインボイスを中に入れてこっちに持ってきます。パッケージングの方に渡して、このパッケージングの方はインボイスを見て、あ、なるほど、 M サイズが1枚とかって、 M サイズをこうやって入れて、あ、こちらも1枚ってこんな感じで入れて、そしてこっちに返します。そしてここで中身を再確認して、閉めて、そしてペタッてテープで貼って、そしてこちらの方に持ってきて、まあ、ここにガーッて箱をたくさん詰めて、僕が全部郵便局までもう往復も何回も何度も何度もやってましたけど、2、3ヶ月ぐらい前からこれ週間に来てもらってます。本当に助かってます。ちなみにこの棚たちにある品物たちは、岩佐さんの、シグネチャーの、タンクトップたちです。で、周りに見えるこういった箱たち、しゃばってる箱たちは、4月の下旬、5月の1日ぐらい、まあ、5月の第1週目ぐらいをターゲットにしている新商品たちです。ちょっと見せましょう。これにしよっか。ちょっとサイジング。まあ大きさ的には、袖がない服は僕は M サイズなんですけど、こうやって袖がある服とかは僕は L サイズです。なので T シャツも僕は L サイズになります。この T シャツは、トレーニング用でもあるんですけど、まあ、カジュアルに着るためにも、まあ、ライフスタイル的な T シャツを1枚欲しいなと思って作りました。見てのようにフィット感は結構、ウエスト引き締まるし、背中はこんな感じ、ドン、はい、ドン、こちらを少しスクープさせて後ろをフィッシュテール、そして、まあ、フロントもこんな感じです。長めに作りました。僕が本当に T シャツで嫌いなのは、財布が邪魔だね。僕は本当に T シャツで嫌いなのは、こうやって手をこうやって上げた時にこれへそがこうやって出るのが好きじゃないから、もうロングに作って、あと生地も薄すぎなく厚すぎなく、結構ストレッチも効いた素材となってます。この T シャツで色は、ブラック、そしてこういったグレー、そしてホワイト、そしてホワイト、イエーイ、そしてあとブルーがあります。ブルーはここになぜかない。はい、ちなみにタカはトレーニングやってますか？やってないですね。タカはね、昔僕と同じバンドにいて、そしてベースをやってましたね。そうですね。で、まあちょこっとトレーニングしてる時あったのかな。ちょっとオフィスの用事を済ませてから次行きましょう。
ジムに通う時間はその日によって変わります。ちょっと今日みたいにまあなんとなく早めに来る日もあればまあもし夜遅くなる時もあります。それはその日のスケジュールによって変わるんですけど、はい、今日のメニューはとてもシンプルです。肩そして2頭3頭をやって終わりにします。最近気がそれることとか多いんですけど、今日は本当に集中して、携帯もどっかにしまっておいてます。インターバルも30秒から45秒やって、各種目を3セット、まあ、15から20レップやっていきます。 Let's do it。そんなに重量は使ってないんですけど、インターバルを短くすることによってまた違った追い込み方ができるので、まあ、結構きついです。まだまだいきます。今から早速腕に入ります。腕取るとき僕は毎回3頭先に当てるんですけど、まあ、理由としては3頭の方が2頭よりピンポイントとしてでかいですし、 あと僕の弱点でもあるので3頭からもっとエネルギーがあるうちに入っています。NEXT 次の動き It's good。 カメラマンいるともうパッパッパッと次いける。Yeah. 普段一人でやってるとどうしてもインターバルは、まあ1分45秒から、まあ、2分半とかになりますね。カメラをリセットして3回、まあ、いろいろ YouTube あるあるです。スコークラッシャーまたバカ。I love this workout. Yeah. Oh, shit at it. まあ知らない方のため、僕は日本人なんですけど、アメリカと日本のハーフで、実は英語の方が喋れます。よく聞かれます。カネキンさんってハーフですかとか、日本人じゃないでしょうとか。3回言います。結構暑い。暑いですけど、フィーチャーカルからいきます。時間的には、まあ、45分ぐらい、45分ぐらいでパパパッと肩3と2と終わりました。おありがとうございました。ありがとうございました。次行きましょう。スピリングトランジション OK。 ランチタイム急いで食べて次の用事行きます。いろいろちょっとこっちで、まあ、鍵を作ったりその用事を済ませた後でドロングですね、2つで切ってるんですけど、チキン、そしてアボカド、チーズ、トマト、レタスとか、バジルソースかけて食べます。あとポテトもう急いで食べて次行きましょう。 All right。 今から、まあ、そんなに時間ないんですけど遊びタイム。
この広いスペースを見させてもらってるんですけど、ここが、29日でしたら、先ほど、見えた部屋、まあ、ホール、まあ、一体何かと考えているかと思います、まあ、皆さんご存知のように僕はデッド日記を始めて、そしてデッドリフトの更新会を結構前から計画してました。で、発表いろいろあって最近ここでちょっと今何が起きているか、何が今後起こるかを説明します。まずジェッツで、デッド日記を開催する予定でした。ジェッツのスケジュール上とかいろいろ、まあ、忙しさあって、ジェッツから今度は、浦和市にある体育館にのウェイトリフティング部屋に移しました。まずそこに電話した時に、撮影の許可、そしてその施設を使う許可を全部もらいました。でもその発表した後にたくさんの方からその会場に電話があって、ちょっと向こう側がこれはちょっと違うぞっていう感じで、まあ、電話来て、使っていいって許可あげた後にやっぱりダメっていうのもどうかなと正直思ったんですけど、まあ、向こう側が理由としては人がちょっと来すぎる問題がある、その部屋にちょっと限界があるので、もし、まあ、僕にとっては嬉しいんですけど、まあ、向こうにとってはまあ最悪な場合、まあ、例えば30人とか、まあ、50人とか来た場合、まあ、対応できないということだったので、まあ、一度 OK もらったのはキャンセルされました。結構パニックしました。いろいろで他のところも電話してホールとか連絡して、で、運がいいことに、斉藤コーチさんにちょっとこの場所を紹介してもらって、そして今も話を済ませて、その契約書みたいなやつも書いて、できることになりました。この部屋で、できます。で、ちょっと皆さんにここでごめんなさいなんですけど、日にちが変わります。30日がどうしてもここでできなくて、30日ではなく4月の29日、時間帯は同じです。29日の、1時から、まあ、13時から6時までこの施設を、まあ、自由に使います。もちろんマナーを守って、でみんなで楽しくデッドリフトを更新していきましょう。で、こういったもちろんこういったホールなのでウェイトとか、まあ、そういったデッドリフトの台とか何もありません。全部持ち込みになります。結構、大変なことになるんですけど、まあ、それはこっちの問題なので、頑張っていきます。やりましょう、デッド日記。皆さん、こうやって見たのに結構広いので、まあ、人数は、まあ、みんな来ちゃっていいと思います。デッドリフトやる人も、まあ、遊びに僕に会いに来たい人とか、もしかしたら他の来るパワーリフターに会いたい方とか、まあ、みんなで楽しく、まあ、合同トレみたいな感じでやりましょう。 Alright, see you at the… あ、そっか、場所、ロケーション言い忘れました。このホールは我孫子駅のすぐ前の、アビーホールっていう場所です。我孫子駅の前のアビーホールです。場所の名前とか、住所は Twitter、Instagram、 そしてこの YouTube のリンクとかに貼るので、来る方、まあ、興味ある方はチェックしてみてください。 Let's go home!How about this one? Something thicker? Thicker? This is 何ミリ？これ12ミリ。It's good. それを、you get like 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 for 1. You need 8 altogether. 今、まあ、そのさっき見せたホール、ご覧のように中には何もありませんで、自分の設備もないので、まあ、ホール借りていただいてすごい助かってるんですけど、自分たちで持ち込み、機材とか持ち込みなので、あと、ね、床とかをダメージしないように、まあ、カーペットとか敷いてあるんですけど、で下がコンクリートなんですけど、さらにその上に、こういった板の台、板を敷いて、多分カーペットをまた敷いて滑らないように下にゴムも敷くと思います。今ちょっとそのなんていうんですか、材料探し。今家にやっと着いて、ちょっとプロテインを飲みます。最近僕食事は、1日に、3食食べてます。3食の間に、プロテインを挟んで寝る前にプロテインっていう感じです。まあ、その日によってちゃんと食事が食べられない日、忙しい日とかは、まあ、プロテインを多めに飲んだりする時があります。まあ、でも平均的には1日にプロテインを、まあ、2杯3杯飲んでます。これ何味やったかな。これはコーヒー味です。僕はあまりコーヒー飲まないけど、このコーヒーの味は好きで、これ結構美味しいんですよ。なんか飲んだことある人は分かると思うけど、今シェイカーカップちょっと
車の中に忘れちゃって、まあ、こうやって箸で混ぜてます。このプロテインはすごいうまく溶け込んでくれるので、うん、1日も終わりに近いんですけど、Fine, just turn it down. まあ、今、最近ハマってるゲームがこの Call of Duty の BO3 で、まあ、自分のルールで、なんか1日の出来事を、まあ、仕事とか終わってからしか遊べない、夜に時々こうやって遊んで、まあ、結構いいストレス解消になってますね。まあ、ただ、だんだんやると上手くもなって、ハマってきちゃうので、まあ、やりすぎには気をつけないとですね。今日はいろいろあったんですけど、これから、夕食を食べて、そして動画編集に入って、今の動画は多分明日の夜ぐらいにアップしたいと思います。今から編集やるとちょっと夜遅くなりすぎるので、まあ、明日にします。一日長いんですけど、こうやってまあ20分以下ぐらいでまとめて、まあ、自分のライフをちょっと皆さんに見せることができると、まあとてもまあ楽しくやってます。皆様もこういった動画もし好きでしたら LIKE お願いします。コメント欄で皆さんのコメントを待ってます。そしてもちろんデッド更新会待ってます。結構広い会場なので、もう一緒に参加する方、あとはまあただ見に来るだけ、遊びに来るだけとかも全然 OK です。待ってます。皆さん今日の動画を最後まで見てくれて Thank you very much. Work hard. See results. Thanks for watching and I'll see you again soon.